まなみ海道見えてきました。やっと来ましたね。はい、入りました、しまなみ海道。皆さんこんにちは、ユノカヒティでございます。ですね、今から、因島の方へ向かいたいと思います。もう、目の前が因島ですね。ポルノ展、島ごとポルノ展、楽しんでいきたいと思います。にしても海がめっちゃ綺麗ですね。瀬戸内海ですね、これ。ちょっと映せないんですけれども、運転中なので。前回、因島来た時は自転車で渡ったので、初の車での因島上陸ということで。はい、入りました。これからね、ちょっといろんな場所を巡りたいと思います。まずは因島北っていうインターから、インターを出て、そこから最初に向かう場所に行きたいと思います。はい、着きました。ちなみにですね、今回は2日、回りたいと思います。8月の23日金曜日ですね、金と24日土曜日、この2日間で因島中回りたいと思います。ポルノグラフィティ25周年おめでとう。さっきファンの方もいらっしゃったんですよね、歩いてる方。ちなみにですね、今日気温30度なんですよ。まだ朝なんでね、これからどんどんと暑くなっていくと思いますけれども、水も結構3本買ったんですよね。熱中症対策として、もほんまに水とタオルは必要ですね。で、ところどころポルノ島ごとポルノ店の旗が、立っております。はい、一つ目の場所、織子の浜来ました。まだ朝なのか誰もいないですね。もうちょっとしたら人がいっぱい来るんでしょうかね。海水浴場だから誰かいるんかなとは思ってたんですけれども、ポルノファンではなくてもめっちゃ暑い。今何度なんだろう、32度いってたよ。確かさっき車の温度見てたら32度いってたんですけど。にしても綺麗ですね、海。あー、冷たい。冷たい。めっちゃ透明ですね、綺麗ですよね。では次の場所回りたいと思います。はい、続いては奥山ダム付近にあります私の木、ポルノグラフィティの岡野明人さんの桜の木ですね。こちらの方にやってきました。今のところ周りにはポルノファンはいらっしゃらないですね。平日っていうこともあってそんなに多くはないんですかね、土日に比べたら。ユノグラフィティ、はい、3つ目は新青影トンネルです。旧はちょっと今通れないんですけれども、新の方ですけども、初めてですね。前回来た時は旧通れたんですけども、今回は初の新ということで、だいぶ広いですね。これなら多分自転車の人とかも前よりは、通りやすくなったんじゃないでしょうか。前回自分は自転車で来たので、結構車に気をつけながら走ってましたので広くなりましたね。あ、勘違いしてました、旧も通れるんですね。ちょっと通ってみましょう。全然車
車は通ってないですけどね。結構あの道幅が狭いから、ちょっとこれから行かれる際は気をつけて通ってみてください。ではもう一度、通ってみましょう。旧の方、結構あのトンネル内の明かりもそんなにないから、ちょっと、昼間でも暗いんですよね。あの歩道もありませんし、気をつけて通ってください。では、もう一度あの新の方も、入っていきましょう。旧の方もあのずっと残してほしいですよね、トンネル。それにしても全然コロナファンいないんですよね。やっぱ平日やから少ないとかですかね。あの折子の浜を向かう途中に一人ポルノファン見かけたんですけども、全然それ以来全然会ってないですね。三井石屋さんですね。レコードショップなのですけども、通常は閉業しているのですけれども、今回島ごとポルノ店で期間限定で復活です。店内には歴代のアーティスト写真やポスター、CD や DVD など、そして、三井石屋さんとのコラボグッズがありましたね。サイン入りのポスターも展示されておりましたね。店主さんともいろいろお話ししました。はい、ということで、三井石屋さんで買ったのが、アクリルジャケキーホルダーと、あとあのキャップですね、帽子、こちらも買いました。ユーノグラフィティ、プラザ岡野さんやってきましたが、ちょっとあの臨時休業ということで、先ほどあの三井石屋さんの旦那さんの方ですねから、ちょっとあのなんかあの9月頭ぐらいまでなんか休みっていうことを聞いて、一応初めて知ったんですけれども一応あの近くまで来ました。はい、続いては、島ごと、グルメフェスの一つの、お好み焼きやってまいりました。ホルモンうどんとラビューラビューなかき氷がありました。ホルモンうどん美味しかったですね。卵とろっとしていて混ぜると美味しいんですよ。めっちゃ美味しかったです。かき氷は美しいですね、これ。ブルーハワイですね。ホルモンうどん食べた後にこれを食べるといいです。コラボ商品以外のメニューも気になりましたね。もし次因島行けたらまた行ってみたいですね。いや、うどんかき氷両方ともめっちゃ美味しかったです。では次、次の場所に向かいたいと思います。はい、続いては謎解きやってきました。因島アメニティ公園ですね。謎解きはネタバレになるので、謎解き中は動画撮影はしておりません。はい、謎解き終わりました。いや、ストーリーめっちゃ感動しました。最後あの曲が流れて本当に涙出そうになりました。景色も良かったですしね、因島のあの瀬戸内海の良かったです。またこういうのなんかまたあれば、謎解きとかなんかそういうのがあればまた参加したいと思います。ただほんまに謎解き中暑くてちょっと こまめに水分補給取らんと、多分ほんまに倒れてしまうかもしれないです。
だから謎解きとか参加される方は必ず水分補給水分補給した方がいいと思います。ユーノグラフィティ。はい、お次は、広島県運動公園ですね。今からだと来週になるんですかね。ほぼあと約来週1週間後に、因島の方で、ロマンスポーノが開催されるんですけれども、その会場にやってきました。はい、こちらですかね、おそらくライブ会場は。なんか来週に向けても準備してあるんですかね、これ。おそらくなんか機材とかあそこにあるんですかね。まあライブ会場おそらくここで、まあ自分はちょっと横浜行くんで、ここには来ないんですけれどもどんなとこかなとちょっと見に来ました。はい、ということで因島高校やってきました。お二人の母校ですね、ここは。前も来たことがございます、自転車で。はい、続いては因島市民会館にやってまいりました。ここですね、このちょうどこの場所で青影を歌っておられた、おられましたね。しまなみのビューイングでしたっけ、ライブビューイングの時。その時は確か後ろに階段があったんですけど、今ちょっともうなんか取り壊されてて、壁になってるんですけれども、足跡ですね。こちらから春市さんの足跡、ハッサクくん、そして秋人さんですね。自分と比べてどれくらい大きいの？同じくらい、ちょっと大きいかな、自分より。春市さんの同じくらいかな、何センチなの、まあ自分とほぼ一緒くらい。さっきもまああれとして、秋人さん、まあ秋人さんも自分と同じくらいかな。うん、そんな感じですね。はい、とりあえず1日目はここまでにしようかなと思います。ユーノグラフィティということで、1日目、終わりましたけども、さっきの謎解き の舞台が今ちょうど左側に見えます。いや本当に謎解き良かったですよ。まだ行ってない方は ぜひ行ってみてください。本当に熱中症だけは本当に気をつけた方がいいと思います。自分は3本ぐらいちょっと水持ってきたんですけど、もう全部なくなりました。今からちょっと尾道にちょっとホテルがあるんですけども、そこに、一泊して、次の日、2日目、回りたいと思います。2日目は、あそこ、写真館と、あとワンマンライブ、それとか行きますね。あと行けたらペーパームーンとか、移動喫茶とかも行きたいですね。あ、B さんも行く予定です。ではまた明日。